これからお話しするのは私たちが住む町つまり都市という場所がたくさんの人が関わり合ってできているということですそして社会学都市社会学がそうした人の関わりの仕組みを明らかにする学問だということをお話ししたいと思います都市とは不思議な場所ですお互いに知ってるわけでもないたくさんの人が 狭いい場所を分け合ってて暮らしています私たちは普通友達であるとか家族のような親密な人とであれば狭い場所に一緒にいても特に問題はありませんけれども知らない人であれば話は別ですですが現実には壁一枚隔てた集合住宅で図書館やカフェであるいは満員電車の中で全く知らない人がすぐ横にいるのです。 なぜ平気でいられるのでしょうかと考えてみるととても不思議なことだと思います。ここで鍵になるのは人と人が関わり合う仕組み人が集まる仕組みです。都市には知らない人が一緒にいられるような社会的な仕組みがあるのです。人々が集まる空間にはいろいろなものがありますけれども特に都市に特徴的なものは公共空間。 というものですこれは、えー、私たち、えー、友達同士などが作る親密空間とは別のものです。えー、公共空間の特徴は、えー、誰ででも自由に入れることですそのような、えー、公共空間ではと私たちはお互いに我慢をし合って、えー、そしてお互いに、えー、試案化をして一緒に過ごしております。えー、公共空間のの、えー、例となるのは 電車の中であるとかあるいは駅ショッピングセンターあるいは道路公園などがありますそのようなところは知らない人同士が一緒にいられる空気のようなものがあります私たちはその暗黙のルール空気のようなものを読み合って一緒に暮らしています都市の公共空間はそうした知らない人同士が一緒にいられるような仕組みが高度に発達した場所です 近づきついてもいけません知らない人の領域に踏み込んでもいけませんけれども迷惑をかけないようにお互い配慮し合うというそういった暗黙のルールもあります逆にお互いに知らない人であるからこそつながり合えるようなそういったことも公共空間で起こりますこうした都市社会の仕組みを学ぶことは グローバル化が進む現代の社会をよく知るための一歩になるように思います国境を越えてあるいは文化を越えて様々な人が共に生きていくためにこのような知識は活かせるのではないかと思います